皆さんこんばんは。足立誠司のマーケットニュースの特別版を今日はさせていただきたいと思います。マーケットニュースでいつもは経済問題中心なんですが、今日はですね、せっかくなんでこのですね、脱デフレの歴史分析でもちょっと先生書いていらっしゃるんですが、戦前の経済の問題でですね、ちょうど NHK が確定自由は捨てるということで、この NHK の、ね、スペシャルが、ね、ャル8月12日夜10時からあって、はい、見た人も多いと思うんですが、なぜ日本人は戦争への道を歩むことを選手か、これまで空白だった童貞を目指して大一騎士論にあって、治安維持法制定同時の招待時、小川平吉が創刊した戦前最大の右派メディア、日本新聞である。日本新聞で、でこの僕、日本新聞の存在を僕聞いてて、これが見つかってどうやって保存するのかっていうのは僕も聞いてたので、ああようやく NHK 扱ったんだなと思ったんですが、でこれ発刊当時、言論界大正デモ全盛期、マイナーの存在、国家主義者は、日本新聞を舞台にデモクラシー自由主義の攻撃を開始する。同志の名簿には後に添い出したこの世を踏みやろう、右翼の源流と言われる東読みする、右翼の源流は、まあ、違うと思うんだけど、まあいいや。で国内に共産主義の思想を広まることとしては日本新聞を支持したのであるというところから始まって、この226事件や天皇機関室廃下すぎとかそういうのが起こりましたっていう番組なんですが、まあ、ツッコミどころ満載 でその辺のところの話を今日ちょっとこの本に絡めて、本に絡めて、はい、本に絡めてというかですね、はい、まあ、要するにその日本新聞をほぼ、はい、創刊から終わりまで全部発見しました的な番組 で、はいはい、でまあ、その右翼的な思想がまあこう満載の記事だったんですけど、はいはい、確かに一番最初は1925年かな、はい、で大正デモクラシーの時代で、はい、まあ、国粋主義者は超マイナーな、はい、まあ、極まの扱いでしたと、はい、でみんな自由を謳歌してました、はい、っていう話から始まりまして、はい、そこからまあだんだんこう雰囲気がおかしくなっていって、それでまあそのちょうどその浜口おさちという、はい、まあ、あの民政党の浜口おさちがまあロンドンの軍縮会議でまあ要するに条約を結ぶ、はい、で統帥権甲板問題のあたりからまあ軍部が出てきて、はい、まあ、それに便乗してまあ日本新聞の論調がより過激になり、はいはい、で浜口おさちが暗殺され、はいはい、でまあ、ついでに、まあ、ついでと失礼ですけど、はい、井上順之助も暗殺され、はいはい、まあ、その自由主義が、はい、どんどん敗北して、まあ、その大正デモクラシーが潰されて軍国主義に行きますという、はいはい、まあ、そういうふうな、ストーリーですね、ですよね、はい、NHK スペシャルが流したと、でまあ、戦争に何でなったかっていうところの議論として、こういう、まあ、国粋主義者の、はい、まあ、暗躍というか、はい、まあ、軍部とつるんで、はい、国民を洗脳しました的な、はい、そういう歴史は繰り返してはいけませんという、はい、まあ、そういう話です、ね、はい、ですよね、でもこれストーリーとしてはですよ、うん、まあ、要はまあ東京裁判士官そのものでいわゆる戦前の右翼軍国主義者たちが戦争を起こしてやったんだっていう話なんですが、うんうん、そもそもですね、そもそもの話、なんでああいうふうに世の中おかしくなったのかって言ったら、うん、不況になったからです。そうなんですよ。でこの番組をですね、その多分一つの転換点として浜口おさち、はい、井上順之助の暗殺、はいはい、まあ、ただその後、まあ、犬飼剛とか、はい、高橋堀樹を出てきますけども、はい、まあ、どちらかというと、はい、浜口おさち井上順之助の、はい、まあ、立憲民政党 の、はい、人たちがまあ一応自由主義者で、はい、彼らの政策のまま言っとけば、はい、まあ、日本は自由主義を謳歌して平和な国だったのに的な感じになってるんですけど、それがまあ残念ながら凶弾に倒れてしまったというような多分設定になってるんですけど、はいはいはい、毎回この手の番組そうなんですけど、はい、えっていうね、はいはい、えっていう感じでしょうね、誰が昭和教育をもたらしたのかという、うんうん、問題が完全に抜け落ちてるという、ね、まあ、毎回のパターンです、はい、要は経済、うん、あれで要するにだって井上順之助と浜口おさちが経済政策ミスって、ね、あのね、まあ、日本経済ぐちゃぐちゃにしたことがだってね、世界恐慌なのにデフレやってるわけですよ。革新犯的に金融引き締めやって世界恐慌でね、もう世界中がこのデフレ状況になっているのに、日本もわざわざね、
ね、金回帰あれ金回帰にして、要するにもうデフレ政策をやって、そうですね、市中からお金しね、このまあ、お金もマネタリーベースを減らして、ね、日本をどんどん不況にしてしまって、で日本中を大混乱に陥れた人間。そうなんですよ。それところが、まあ、国民 の、 熱、はい、熱狂的な支持を受けてた民政党がこれで崩壊したことになってますから、はい、だから、うん、そうやってね、もう日本のね、さね、安倍政権の前の民主党政権のもっとひどいことやっていて、まあ同じですね、ね、ほぼほぼ同じですね、同じ、それだけひどいことをやったことが、日本のね、あれを、で、問題はその時に、まあ、一部の保守派の人たちっていうかですね、右翼という人たちが、うん、こうやって日本経済がぐちゃぐちゃになったのは財閥だけしからんっていうとんちんかんな怒り方をしてしまったって問題があるわけですよね。要はですよ。でそこが一番の問題ですよね。だからそこをなんで言わねえのかなっていう話ですよね。そうなんですよ。でね、もう一つね、非常にね、この日本新聞の話と同時並行的に、はい、確かに小川康吉さんだったかな、なんかそういう小学校の、はい、長野の小学校の先生が出てきまして、はい、まあ、音楽の先生やったらしいんですよ、はいはい、で大正デモクラシーの時には、はい、生徒をみんなこう集めて、はい、勝手にこうオルガンとか弾かせたりして、はい、すごい自由な教育をする、すごいいい先生だったと。でところがその昭和恐慌で、はい、まあ、長野県っていうと結構その養蚕があって、はい、 そこもすごいもう大打撃、はい、うん、送らって、はい、まあ、その身売りとか、まあ、餓死とか、まあ、そういういろいろあって、それなんか人生観が一変してですね、その自由主義者だった小川さんが国粋主義者に変わっていくという、うん、アンチグローバリズムになったんですね、変わっていくというね、はいはい、そういう過程が同時にこうね、同時並行で語られていてね、はい、もうね、悲しかったですね。結局ですね、長野っていうのは養蚕とかですね、うん、まあ、そういうのがあって、うん、結構ですね、商売を一生懸命やってるので、うん、はいはい、あの地域っていうのは自由主義なんですね、うん、やっぱりこの自由なこの発想と商売をやりながらどうやって地域なんちゃ、やっぱ田んぼとかなんか弱いんですよ、うんうんうん、弱いわけですよ、うん、だからそういう形で一生懸命お金を稼いでいこうということを考えていく。で大阪や東京に要するにデッチ奉公で行かせたりとか、うん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 、じゃそういう形でですね、きちんとした実学を一生懸命重んじる伝統が長野っていうのはあるんですよ。でもそういうようなものに対して、要はですね、この昭和の途中から愛国心がないから日本おかしくなったみたいな話になっていって、ね、なっていって、うん、長野はですね、集中的に文部省から騙されるんですか。これ、ね、有名な話なんですよ。ね、小川さんのあったんですよ。ね、はい、昨日の番組ね、はい、日記をつけてるの毎日。はい、で、まあ、その、まあ、息子さんって言っても87歳なんですけど、はいはい、これなんか読んで。はい、はい、たらある日突然主張がガラッて変わって、はいはい、今自由主義的だったのに、はい、まさにね、その日本の愛国心が足らんことがいけないみたいな話が突然日記に出てきて、はい、あれとかつって、ね、こう見出したんですよ、はい、でなんと ね、 終戦の4日前から日記が破られてたっていう、ね、はい、そこでね、どうやらね、気づいたらしいという、その考えの間違いだったと、はい、ただね、家では一切それを語らずというね。あ、親父がそんなことを考えてたと梅雨にも知りませんでした的な話になってですね、だからあの辺のところを見とくとですね、うん、本当に商売やってるところっていうのは、うん、やっぱ政府の統制経済では生きていけないので、あ、なるほど、ね、やっぱ自由主義経済でやっぱ自由に商売していかないと、うん、やっぱ国を発展できないというのはもう感覚で分かってるわけですよ、うん、だからそういうところはやっぱりどっちかっていうと大正デモクラシーの後ですね、八大教育って言って自由主義教育がどんどん入っていって、うん、創意工夫とかなんとかを一生懸命、うん、みんなでやっていくっていうのと、このまあもちろんこのね、教育長を軽んじるとか言うんじゃないんですよ、うん、そういう道徳価値観は大事だけど、それ以上にやっぱり新しいものをどんどんどん取り入れて、やっぱり自分の地域を発展させていこうというような教育がですね、やっぱずっと広がっていくんですよ、うん、でもそれをけしからんって言ったのは文部省で、なるほど、うん、要するに地域がそれぞれ独自にやっていくのはけしからんみたいな、いう中でその右翼の一部の人たちが教育勅語を報読して、まあ一言一句間違えないように読まないやつは愛国心がねえみたいな、いうふうになっていく中で何が起こったのかっていうと、障害者教育とかもこの長野一生懸命やってたんですよ。でも障害者の人って
暗記できない人結構いたわけですよ、うんうん、でそれが愛国心がないって話になっていって、でそれでますますまともな人は反発しちゃって、うんうん、でその人たちが戦後ですね、うん、日本が敗戦した後日教組みんな入ったんです、うん、なるほど、あの要するにふざけるなって話でトラウマがトラウマですごいす、ね、でもその人たちがじゃ あの天皇制打倒なのかってそうじゃないんですよ、なるほど、あのアンチ日教さんですよ、アンチ軍国主義なんですよ、アンチ、なるほど、この ねじれっていうのは僕もあのコミンテルの暴力の話で若干その辺のこと書いたんですけど、うん、ものすごいねじれてるんですよね、なるほどね、これでもだからでも相変わらず NHK はそういうプロトパタイプの、うん、そうなんていうかもうなんかもう要するにまあワンパターンのやりをやってるわけですね、そうです、うん、だから残念ですよね、残念すぎますね、そうなんですよ、本当に残念ですよこれ見てると、だからでも経済の重要性を理解しないと結構そうなんですよ、だからね経済の重要性っていうのがね、うん、全く理解されてないので話が、はい、あの結構むちゃくちゃになるんですよ、何でも、うん、何でも何でもそうなりますよね、だって日本がこんなにおかしくなったのは、ね、グローバリストでね、あの要するに欧米の資本家と組んでいる財閥の連中とそれにね組んでいる一部のね、うん、腐った軍国主義軍人や軍人たちのせいだみたいなね、わけわかんない怒り方をして、いやもともとそれ金融政策のミスだよねって、そうなんですよ、まあ、あとはね、まあ、大正デモクラシーって結局、はい、まあ、日本はやっぱお金なかったので、はい、あの外資導入なんですよね、はい、そうです、で例えば東京の、まあ、当時確か市だったと思いますけど、まあ、東京市の公共投資とかも外債発行でやるって話になってたのを、はい、これ実は外資が入ってくると結局日本が乗っ取られるっていう話が、うん、はい、真剣にされて、はい、で潰されてるんですよ、うん、でそういう話になって結局だから、まあ、まあ満州もそうですよね、だからアメリカと共同で、うん、まあ、統治しようみたいな話をアメリカが、はい、まあ、働きかけてきたのを、まあ、その満州がやっぱ独り占めしたいって話になって、うん、でそこでなんかちょっとボタンの掛け違いみたいなのが起こってしまっていて、であとまあ自分の国の状況をあまりやっぱり経済的に理解できないと、うん、自分の国金ないのに、うん、他から導入しないと発展できんだろうというそういう状況なんですけど、まあ、それも拒否するという、いう状況、うん、そうですね、だからもうねこれは本当にだからこう深刻な問題で、いや、まあね、箕田宗樹ってね、多分このテレビでね、箕田宗樹さんからそういう言論談話を出てやったんだけども、うん、この箕田宗樹さんたちと一緒に勉強会やってた、この、まあ、僕のね、まあ、先生でもあるの小田村とろじろ先生たちなんかは、箕田宗樹たちと最初は一緒にやってるわけですよ、うん、でも途中からやっぱりあまりにもこの言論弾圧をやっていくのと、やっぱ山本勝一といって戦後吉田茂のブレーンやってた自由主義経済、うん、ハイエクなんかをもう戦前から注目してた非常に優秀な経済学者がいるんですが、彼と一緒にやりながらやっぱり創意工夫とイノベ、まあやっぱ地域を発展させていくと金融政策をやらない限りは国は発展しないっていうことを分かって、で出光なんかと一緒になってやっぱりやっぱり統制経済反対運動やるんですよね、でやって文部省から騙されるんですよ、それ小田村さんたちも、あ、なるほど、なるほど、だからソ連のこの内情を、でこので日本新聞の中も、うん、だからその東読みするだってこのね右翼の大山とか言われてるけど、うん、やっぱりこの軍部はまあ全体主義的な体制になっていくと東山さんたちはやっぱ対立してるので、うん、政府中枢の人たちと、だからソ連のこのなんか内部のこの対立をちゃんと見ないでねえ、な一部の右翼軍国主義者が台頭して自由がダメになったみたいな、いつまでそんなバカなこと言ってんだよって、そうなんですよ、で結局、うん、多分本質論は、はい、まあまあ当時はまあ軍人ですけど、はい、結局官僚の既得権益の拡大擁護っていう話が戦争をビジネス化 し,、はいはい、
したような感じに僕は捉えてるんですけども、はい、まあ、そういう話では結局NHK 的な世界ではないわけです、ね、要は、ね、あの一部の、ね、多分思想的なちょっと頭のおかしい思想がなんかこう前に突き進みまくったみたいな話にして、まあ、でそういう側面僕ないとは言わないけど、それは全体の要因からすればもう、まあ、そうですね、それは本当にごくわずかで、それを利用しただけで、やっぱり利用した側のやっぱり、ね、あのね、あの統制官僚たち、本当はね、そうと、あとね、やっぱり金融政策を理解しない、マクロ経済も理解しない一部の人たちが、やっぱり日本の経済をダメにしたことがせっかあれだけ日本をおかしくしたんだという、まあ、 その当たり前のものの見方がどうやってこれね伝わるのかっていうのは大変ですよね、これ。大変です。いや、僕だからこの、 あの、ね、長野のこのね、あの自由主義教育やってる人たちの話とか、あの、もう私たち、僕あの辺の経緯 もう いつか本に出そうと思って書いてるんですが、一生懸命子どもたちの創意工夫と、やっぱり商売してるし養蚕とかやってるし、売らなきゃいけないでしょ、儲けなきゃいけないでしょ、自分たちのお父さんお母さんを豊かに楽にさせたいから、一生懸命そういう勉強するわけですよ、で勉強するやつに対して学習指導よるというか、その政府の方針に反らない勉強をしているのけしからん。なるほどね。言ってこの私学館の連中が弾圧し始めるんですよ。なるほど。でそれに対して、いや、ね、せっかくこの子はそんな愛国心がないからじゃないんだって言って、自分のじいちゃんばあちゃんお母さんたち楽させたいと思って新しい勉強してるのにって。なるほど。あの辺のね、この経緯を見てるともう悲しくなりますよね。でも両方一応表向き愛国心なんだけどね。ああ、なるほど、ね、なるほど。文部省も私学館の人も愛国心、愛国心、なるほど。道徳が廃れてることがこんなおかしくなったんだ、いや、そういう側面僕は否定はしないけど、だけど、ね、地域の人たちのそういう愛国心やね、共同をなんとか発展させようという人たちまで、ね、確立教育で潰してしまったというところのあの悲劇っていうのは、もう本当に僕変わらない、もう見てて悲しいんですよね。なるほど。あれだからその辺のところもね、そうなんですね。もうね、ぜひともこのこの、で、この足立先生の本とかを NHK 読んでもらいたいな。もう変更とかいう話じゃないですもんね、これ。そうなんです。視野が単に狭いという。そう、狭い、狭いんですね。狭いという話だと思いますので、まあ今日はちょっと特別にということで、はい、あの NHK スペシャル の番組についての。そうですね、はい、でもあの要望があればちょっとこの辺のところを足立先生なんか、そうですね、まとまって、あの話を、ね、してもらうコーナーも作りたいなというふうに思ってますので、またよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。